っけ、ちょっと忘れちゃったけど、なんかね、一回外れたんだよ。ああ、びっくりした。こっ。はい、どうも、こんにちは、ございます。HIKほど、HIKです。はい、さて、今回はですね、これ、ちょっとね、久しぶりに、ゆるゆるとね、このダスのお話と、あと、これ、ちょっとね、新しいものを仕入れたんで、ね、これのご紹介をね、ちょっとしたくて、この動画を撮っております。はい、はい、このね、ダスのマガジン、PTS 製のダス専用のマガジンになります。EPM ダスっていうね、名前がついてますね。まあ、あの、ダスのね、標準のマガジン、まあ、あるじゃないですか。そう、このね、ダスの標準マガジン、まあ、セラコートされたね、標準マガジンありますと、これが確か、あれ、何十発だったっけな、60だっけ、ちょ、忘れちゃったけど。30だから60、多分60だったかな。うん、あ、まあまあ、あの、そんなに要は、弾入りませんと。うん、なので、まあ、とはいえね、ダスのマガジンはもうダス専用なんでね、まあ、あの、なんだっけ、丸いのマガジンとか使えるように、3D プリンターで作ったなんかアダプターつけてやってる人もいるんだけど、なんかね、僕ら、まあ、あんまそういうなんかね、3D プリンターでゴニョゴニョこの機関部に使うのあんま好きじゃなくて、そう、なんか使ったら折れたとか、まあ、そういうこともあったりするんでね、自分で作るんだったらまあいいかもしれないけど、そう、やっぱね、なんか専用品には専用品を使いたい人なんですよ。そう、だから、まあ、このマガジンをね、いくつか買って、普段からね、使ってたんですけれども、うん、まあ、あの、なんだっけ、ここがね、あんま、鉄って好きじゃないのよ。これ、あの、ね、まずね、あの、弾食らうとこうやって凹むしね。そうそう。で、傷がどんどんついていくのが嫌だなーってね、思ってたんで、ちょうどね、ネットでね、これ見つけたんですよ。そう。で、やっぱり日本国内のね、代理店さんもね、あの、売ってたんで、買えますかって言ったら、買えませんって。まあ、当然ですと。そう、これ買ってないからね、そこで。そうそうそう。まあ、そういう商売なんでね、まあ、しょうがないんで、買えなかったんですけど、僕がね、これを買った先の JK アニーさん、はい、売ってました。普通の値段で売ってありました。安いです。この値段です。安いでしょ。はい、というわけで、これをね、JK アニーさんで4本ほど購入してみました。はい、まだね、1回も売ってないのよ。うん、袋から出して到着して、うん、で、なんだっけ、あの、視聴者さんにレビューしてみたらどうすかって言われたんで、あ、確かにそうだねと思って、でね、今ちょっとね、今動画をね、撮ってる次第でございますと。そう。で、こいつのね、すごいところが、あの、設定変えれんだよね。これすごくない？な、どうやってやるんだっけ？あ、ここのネジ外すんだね。確か。うん、外しますよ。よし。すると、こんな感じでね、外れて、なんと、弾の、入れられる数が、30、120で選択できるっていうか、ステッキ仕様なんですよね。うん、見えるかな？ほら。そう、だからこれをね、30から120選べますと。うん。すごいよね、これね。だ30、まあ、リアル感でね、やりたい人は30にして、で、フルフルで使いたい人は120でもう使えますと。うん、よくできてるよね。でね、ここがね、なんだろうと思ってちょっと気になったんだけど、なんかね、バネのね、ケツの部分みたい。うん、ここにね、なんかちょっと変な穴あるでしょ。これをね、なんか引っ張り出すと、あの、なんだっけ、この中のバネがね、取り外せますよっていうね、どうも仕組みみたいです。なんかね、一回外れたんだよ。ああ、びっくりした。そうだよ、弾入れてるからめっちゃ出てくるに決まってんじゃん。危ねえな。バカでしょ。素でやってるからね、これ。しゃ、ちょっとこれ頑張って戻さないと。危ねえな。良い子の皆さんを真似しないように。よいしょ、はい、戻しました。はい、というわけでね、こんなね、素敵な機能を持ったね、イケてるマガジンがね、なんとね、この、その値段でね、買えてしまうっていうね、ことなんで、まあ、まあ、飛びついたわけですよ。そう、まあ、お金も国内の正規代理店ユーザーじゃないので、まあ、そういった海外のね、ところで仕入れるしかないんですけれども、まあね、あの、一般、まあ、ね、正規代理店のお持ちの方でもね、なんだっけ、まあ、まあ、買えればいいんじゃないのかなと思います。安いんでね。送料入れてもね、結構安いんで。はい。というわけでね、あとね、なんだっけ、ここね、最後まで玉入れると F、フルのところまでね、インジケーターで玉が見えるみたいです。はい。じゃあちょっとね、打てるかどうかね、確認してみましょうか。うん、まだ一回も使って
ないんだよね。本当はね、サバゲー行こうと思ってたんだけど、そう、台風ですね、サバゲーが流れちゃったんでね、もう本当家の中でね、パシパシ打つことしかできなくて、もうこれを動かさなくていいか。よし、じゃあね、ちょっと、やってみましょう。おいえ。あ、バッテリーの電源入れてねえや。よし、じゃあ、行きます。マガジン4つにね、全部玉入れておいたんで、まあ、セミで言ったり、フルで言ったりね、いろんなことやって試していきたいと思います。おいえ、ほい、入れた。一発目、重い。よし、セーフティー解除、いくぜ。あ、切れた。おー、ちゃんとボルトストップ効くね。いいね。よし、じゃあ、室内だからこれやっちゃうぜ。ほりゃ、よっしゃ、ほい、オッケー。よっしゃー、弾切れた。おや、じゃあ次フル行こうか。よし、もう一回やっちゃうぜ。ほっ、おや、よっしゃ、よっしゃ、フル行くぜ。イエーイ、おーや、よっしゃー、いいねー、ボルトストップ効いた。よっしゃ、次もフルで行こう。おや、よっしゃ、ほや、よっしゃ、おや、行くぜ。よっしゃー、いいねー、超快調に動いております。いいねー。じゃあ最後のマガジンも行こうか。こっよーしゃー、使えますね、使えますね、いいですね。マガジンも自重で落ちますと。で、ちゃんとね、ボルトストップも効きます。4つ買ってね、あ、問題ないってことは、まあ多分ね、一定の品質がやっぱ疲れた保たれてるような気がするので、まあ問題ないのかなとは思ってます。はい、いやー、これね、使うの楽しみだわ。なんつったって120打てるからね、すごくいいよ。まあしかも、まあ僕がね、気が触れてリアカンやりたいってなった時もね、もうこれ、まあカチってね、設定いじるだけで、リアカン仕様になるんでね、もう存分遊べるような気がしてます。なんかね、ここのマガジンリップがなんか海外っぽいよね。そう、なんかね、これやっぱ海外っぽいなと思いました。海外のね、電動ガンっていうのは、この先端をね、なんかオレンジ色にしなきゃいけないみたいな、なんかそういう制約の一環なんだろうね、これね、きっとね。こっちがなんでそうじゃないかね、まあよくわかんないんだけど。はい、まあそんな感じでね、ちょっと久しぶりにこのダスをね、ちょっと引き合いにしてお話をしてみました。まあこれのね、カスタムに関してはもう続々とね、パーツを今集めておりまして、今後まあやろうとしてるのは、どっかの動画でちょっと喋ったんだけど、ジョンウィックのね、TR-1、 あれを作りたくて、あれをさ、なんだっけ、ダスで作ったらさ、なんかかっこいいと思わないそう、まあ何をやるかって、ただね、ここは変えらんないから、もうここはね、ちょっと現状維持、ちょっと脳内フィルターをかけてもらうしかないんだけど、ハンドガードと、グリップと、ストック、を変えようと思ってます。はい。なので、まあ、ストックをね、変えるにあたっては、バッファーインチューブだっけ？結局、この長いね、なんだ、この横が太いストックじゃないと、こう、バッテリーが入れられない。このストック、チューブの中に、ね、バネとかいろいろパーツが入ってるので、ダメなんですけど、その、DCI ガンズさんが、作ってるんですよね。この中にバッテリーを入れられるキットってやつ、それも、買いました高かったそう。で、それをね、ここに搭載して、まあね、ジョンウィックの銃、タランタクティカルイノベーションズの、TR-1 っぽい銃をね、ちょっと作ってみようかなと思ってます。まあその時、まあついでにできるようであれば、なんだっけ、バレルのカスか、バレルと、パッキンの、カスタムと、あとバネの、まあカスタムをやって、まあ流速を狙ってね、もう、やっぱ60メートル仕様で行きたいなと思ってます。はい。まあ、もともとの、なんだろう、この、なんだっけ、トリガーとか、あとピストンとかの仕組みが、どっちかっていうと VSR にちょっと寄ってるような、まあ仕組みらしいので、まあちょっとね、VSR のを勉強しながら、なんだろう、この、流速カスタムっていうところをね、ちょっとやっていきたいとは思ってますので、まあ、年内できるから、
とにかくね、今ちょっと暇がなくてですね、そう、全然ね、時間が割けないんですよ。そう、もうこのレビュー、こういうね、なんかレビュー動画を撮るだけでちょっと今ね、精一杯でして、まあカスタムの方はね、そんなに、まあなんだっけ、時間はかかんないんだけど、まあとはいえね、やっぱ1日2日ぐらいはね、時間を消費はしてしまうものなので、僕の場合はね。はい、というわけで、で、まあ久しぶりにちょっと脱走をちらつかせながら、はい、このマガジンのご紹介を差し上げた次第でございます。はい、じゃあね、まあこれのカスタム、はい、必ずやりますので、しばらくお待ちください。はい、というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあ、またね。